これ出てる、あこれも出てる、これもこれも出てるってなったんですよ。非常に驚きました。まあ正直これだけの数ですね、もう結構ピンポイントで言って当ててきたっていうのは弁護士すごいな、びっくりしました。大阪弁護士会プレゼンツ MBS ラジオ隣の弁さんでは、本年1月第1週に元旦特別編共通テストはこれが出るを放送しました。この放送の中で当会の弁護士3名に今年の大学入学共通テストの出題予想をしていただきました。なんとその予想が的中したということですので、本日はラジオに出演された内藤智弘弁護士、田頭拓也弁護士、平瀬由香弁護士に来ていただきました。まずは予想的中おめでとうございます。ありがとうございます。まずは内藤弁護士に伺います。内藤弁護士は明星高校の非常勤講師として社会科の授業を担当されているということですが、今回のラジオでの出題予想が的中したと知ってどのように感じられましたか？正直このラジオの企画のお話をいただいた時には、そんななかなかその予備校の講師であったり学校の先生であっても難しいのだから惨敗してしまうんじゃないかと正直思っていたんですけれども、私自身もこの一教師ですので問題を解いてみて、あこれ出てる、あこれも出てる、あこれもこれも出てるってなった時に非常に驚きました。弁護士すごいなと思いました。そうするとたくさん当たったっていうことなんですね。はい、それでは予想の中身を見ていきたいと思います。はい、内藤弁護士はどのように予想されたのでしょうか？はい、フリップを作っていただいたんですけれども、このような内容ですね。まず、ラジオの中でお話しさせてもらったのが、さっき噂レベルではあるんですけれども、共通テスト、2年前ぐらいから作文が始まってるとは言われているので、共通テストで出題されている時事ネタっていうのは、だいたい2年前ぐらいのものが多いんじゃないかというようなお話をして、で、さらに、最近ですと、思考力、判断力、表現力を求める、試験というのに作り変えていってるというような話がありますので、どちらかというとその時事ネタを直接聞いてくるというよりかは時事ネタを取り掛かりとして関連する分野について聞いてくる、そういったパターンが多いんじゃないかというようなところから予想してきました。でですね、具体的な予想としてお話しさせてもらったのがまず1点目、これが18歳で成人になるというふうに年齢が引き下げられたこと、これが一つですね。2点目といたしましては、2年前の出来事で記憶に新しいのがロシアがウクライナに侵攻したということがあったと思います。これに関係して NATO が拡大するといった出来事がありましたので、 NATO の歴史、 EU の歴史、あるいはそれに絡めて、冷戦時代全体の歴史というのがテーマとして出やすいんじゃないかといったお話をさせてもらいました。なるほど。では実際にどのような問題が出題されたんでしょうか？まず第1問ですね、政治経済の第1問として、これ全体のテーマとして、公開講座、成人年齢の引き下げと生活の変化というのが行われたという設定で作られた問題だったんですけれども、新成人である学生に対して、こういったテーマのなんか講座みたいなのがありますよと、でその中で、いくつか下線が引いてあって、それぞれ証文がある、そんな形で出されました。具体的にお話した中で出た問題、これ第1問の統一という形で出てたんですけれども、ここは18歳以上になったらどういうことになる、契約はどうなるのかみたいな話が、ずらずらと出ておりまして、これはまさしくラジオでお話した通りの問題が出たのかなと思っています。この出題については自信はあったんでしょうか？正直これ学校関係者の中ではすごくホットな話題でしたので、これについて外すことはないんじゃないかなと思っておりました。それではもう一問、冷戦の歴史についてはどのように出題されたんでしょうか？こちらですね、世界史 A の第5問の中で出されました。フリップに作っていただいているのは一番ラジオで喋っている内容に近いのかなというような問題を選んでいただいているんですけれども、実際にはこの第5問のうち、問いの1と問いの2、あと問いの4の問題と問いの5の問題、合わせて4題ですね。大問6題中の4題が冷戦に関する知識が問われている問題だったので、この第5問全体のテーマとして冷戦史が出されたといって、過言ではないのかなと思っております。
今回大問の6問中4問的中したということですけれども、冷戦というとポピュラーなテーマのように感じるので例年も出てるのかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。それはですね、意外と直近多分7年ぐらいは確認したんですけれども、まあ、1問2問小問で出てることはあれども、大問一つのテーマとして丸々出るっていうのはなかなかなかったんで、個人的には結構これ賭けに出た問題予想だったんですね。それでは次に田頭弁護士の予想を見ていきたいと思います。どのような予想をされたんでしょうか。はい、こちらになるんですけれども、私もまずは2022年に起きた出来事ということを振り返ってみたときに、こちらにあります最高裁判所裁判官の国民審査に関して、その法律が憲法に違反するという最高裁判決が出ました。ですのでここに注目して予想を組み立てていきました。でまず一つ目がこの国民審査権に関連して裁判官の身分に関する問題が出るんじゃないかなと。でこれは過去問を遡ってみたときにあまり出てない範囲だったので、これは熱いんじゃないかというふうに思いました。で、あとはこの国民審査権に関する違憲判決ということで、憲法に違反すると法律が判断された、判決について知識が問われるんじゃないかなというところで予想させていただきました。はい、では実際にはどのような問題が出題されたんでしょうか。はい、こちらになりますけれども、現代社会の問題でですね、もうまさしく、裁判官についてというような問題が出題されましたので、これはもう的中ですね。裁判官の身分は過去何年か出てなかったというお話ですけれども、過去数年出てないともう出ないということではなくて、こう熱いと思われたのはなぜなんでしょうか。やはりもう弁護士の目線からして、まあ、国民審査、裁判官の身分っていうのは、三権分立に関連した非常に重要なテーマですので、やはりいつかは出るんじゃないかなというところでちょっと予想させてもらいました。ではもう一問の方ですね、違憲審査権に関してはどのように的中したんでしょうか。こちらになります。こちらも同じく現代社会の次の問題なんですけれども、まあ、こちらはね、私が申し上げた、法令が、憲法に違反するというような判決ではないんですけれども、まあ、違憲審査に関して、問われている問題となりますので、まあ、半分的中ですね。これは違憲審査権について予想されたということで、問題は統治行為論が出たということですけれども、受験生においては違憲審査権に関連してどのようなことを勉強したらいいと言えるでしょうか。そうですね、まあ、今回私がラジオでお話しさせていただいた法令に関する違憲判決っていうもの、まあ、2022年に出たというお話をラジオでは紹介させていただいたんですけれども、実は2023年にも違憲判決、過去から12個目の判決が出てるんですね。ですので引き続き、法令に関する違憲判決というところは注目しておいてもいいのかなというふうに思います。高校で社会科を教えてらっしゃる内藤先生からして、今回の田頭弁護士の予想についてはどのように思われますか。まず裁判官の身分に関するものは高校の社会科ではそこまで重視されていないような場所を、まあ、さらっと授業内で触れて終わりぐらいのところなので、ここをピンポイントに当てに来られたのはすごいなと正直に思っております。また違憲審査についてもちょっと出され方については外しちゃったっていうような意識あるかもしれませんが、まあ、そもそもそれが出たということ自体が、まあ、予備校だったらこれ絶対的中というような話ですので、あ、これしっかり当ててこられているさすがの分析力だなと思って見させていただきました。ありがとうございます。それではさらに平瀬弁護士の予想を見ていきたいと思います。ラジオではどのように予想されたんでしょうか。私の方からは時事問題の一つということで、2022年に法改正があったものから出ないかなというところで、そのうちの一つで個人情報保護法の改正があったので、そのまずばり個人情報関係のものと、あとはちょっと派生的な問題としてプライバシーの問題だとか、そういったものが出るんじゃないかという予想をしました。では実際にはどのような問題が出題されたんでしょうか。
このようになっておりまして、まず個人情報保護法に関する内容の知識を確かめるような、そんな選択肢が一つ出ました。今回個人情報保護法の選択肢が1問出ているということですけれども、その選択肢を確実に判断できたら、この問題は回答できたんでしょうか。解けるんじゃないでしょうか。個人情報保護法に絡めてプライバシー権というお話もありましたけれども、どのような出題がされたんでしょうか。このように出ておりまして、プライバシーの権利について問題が出ております。プライバシー権も個人情報保護法も弁護士的には身近な法律テーマといえますが、受験生の立場からするとちょっと身近ではないようにも思います。受験生の立場でどのような法律に注意をしておくといいと言えるでしょうか。そうですね、例えばテレビだとか、あとは新聞だとかで出てくるような、そういったニュースに出てくるような大きな法改正について少しアンテナを張っておくのがいいのかなというふうに思います。内藤弁護士においては、平瀬弁護士の予想についてはどのように感じられますか。そうですね、率直に申し上げますと、最初にラジオでこの予想を伺った際には、いやちょっとそれマニアックだなと、これ弁護士はすごく大事に思ってるけど学校の先生目線でそこ出るとはなかなか思えないぞっていうような印象だったのは確かです。しかしながら蓋を開けてみると、ピンポイントでズバッと当たっちゃってるんですよね。これ多分なんですけど、受験生の人からすると、個人情報保護法っていうのがなんか変わったらしいけど、遠い世界の全然なんか知らん、ようわからん制度変わっただけちゃうのぐらいの感覚やったと思うんです。それがこうやって試験に出されることで、一気になんか自分の身に降りかかってくるというか、自分ごととして捉えられるような気がする。ありがとうございます。お三方にはですね、ラジオで紹介できなかったものも含めて、他にも予想が的中した問題がたくさんありました。仮にですね、予想されたすべてが正解できたとしたら、合計何点ぐらいは稼げたんでしょうか。はい、ちょっと鑑みさせていただきますが、計算してまいりました。実は今回いろんな、試験に分かれて出てるんで、各試験それぞれで見てみると、4科目に分かれてしまってるんです。しかしながら、合計点、計算しますと、なんと43点分を、はい、4科目なので400点満点中の43点分出てます。具体的には、整形が100点満点中の13点、倫理が100点満点中の6点、現代社会、これが100点満点中の10点で、世界史が100点満点中の14点、綺麗に大体10点ずつぐらい出てたかなというような印象です。先生方にはですね、ぜひ来年の共通テストの予想もしていただきたいと思っております。来年に向けて、では代表して内藤弁護士に一言意気込みをお願いいたします。はい、今年の試験に関しては、何かテーマがあってその後大問を予想するということをしたんですけれども、ズバリそのテーマから全部の大問を当てるというパーフェクトが達成できたものはありませんでした。これはぜひ来年はパーフェクトを狙っていきたいと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。